皆様こんばんは、桜井よしこです。毎週金曜日夜9時生放送です。桜ライブ、君の一歩が明日を変える。この番組でまた今夜もお目にかかれました。とっても嬉しく思います。さて、今週アンテナに引っかかったのはこのニュースです。ユネスコの記憶遺産のところに中国が中心になって日本の慰安婦を申請するということで、その申請がなされました。中国をはじめとする6つの国々の申請かと思っていましたら、ここになんと日本も入っていました。日本の民間団体が入ったわけですけれども、彼らがどのような内容で日本の慰安婦を記憶遺産に登録しようとするのか、その内容はまだ分かりません。分かりませんけれども、確かなことはおそらくあの南京事件の時と同じように、根拠は非常に乏しく、おそらく間違いの情報ばかりだということなんですね。これからどのような展開になるのか、日本はユネスコ改革を言っておりますけれども、そのユネスコ改革だけでこの登録申請が拒否できるのかどうか、そのことも含めてしっかりと皆さん方にこれからも報道してお伝えしていきたいというふうに思っています。さて、今夜はですね、今が日本のチャンスだ、非常にいい機会なんだ、頑張り時なんだというお話を青山茂治さんとともにしてみたいと思います。こんばんは。こんばんは。よろしくお願いいたします。青山さんね、はい、今日はですね、この広島へのオバマ大統領の訪問とですね、いろいろお話を伺っていきたいんですけども、はい、まあ、5月の25日にいらして、そしてその日の夜夜中までですね、安倍さんと首脳会談をして記者会見をして、はい、そして翌日はその伊勢神宮にお参りをして、はい、そしてあの伊勢志摩に行かれて、はい、その翌日に広島に行かれた、はい、でこのこれはあの森重明さんという方と抱き合って、はい、本当に感動的な場面でしたけれども、まあ、オバマさんのスピーチを含めてですね、この広島訪問、はい、どういうふうにお感じになりましたか。一番最初のオバマさんとアメリカ側の計画に比べると、ずいぶん後編になったと思いますし、一番最初の計画っていうのはどういうものだったんですか。ですね、本当は正確に言うと、一番最初計画動き出して少し進んだあたりで、うん、一旦被爆者と会わないと、いうことになりかけたというか、なりました、アメリカ側が。なるほど、うん、でそれは、まあ、この写真にもちょっと現れてますけれど、まあ、画像情報などをホワイトハウスの NSC も含めて調べて、みんな、まあ、小柄であると、でオバマさんが優柔不断なのは事実だけれども、同時に優しい人だから、近寄っていった時に、まあ、長身のオバマさんがかがむことになって、うん、日本式の謝罪におそらく見えてしまうから、うん、もう被爆者には会わないと。あの天皇陛下とにそのお目にかかった時に、オバマさんが背が高くて、まあ、お辞儀をしたのをですね、その一番深くお辞儀をした瞬間を撮られて、はい、なんであんなにそのアメリカの元首が深くお辞儀をしてという非難がアメリカに一部ありましたね。ありました。それと同じような心配をしたということなんで、でもそもそもこの、あのオバマさんの広島訪問というのは、今年春の3月でしたかの核サミットの時に、はい、アメリカ側がオバマさんが、まあ、安倍さんに直接ですね、自分の最後の大統領としての訪日になるだろうから、はい、広島に行きたいと言って持ちかけたという話を、まあ、私聞いたんですけども、それは嘘ではないですけれども、いわば最後のセレモニーみたいな話であって、計画自体が始まったのは2009年の4月のプラハ演説の前後から、日本側にもすでにサウンドがありました、じゃあもうその時からオバマさんはプラハで始まって広島で、まあ、完結させると考えていたという。おっしゃる通りです、広島長崎です、で、まあ、その時は間にもう一回大統領選挙もあるわけで、再選をクリアしたら、あるいはオバマさんが辞めた後、核廃絶の運動もやりたいと思ったから、その最後は広島長崎両方に行きたいっていうのが一番最初、ノーベル平和賞を取る、もらうかどうか検討してた頃、すでにそこにありました。なるほど、でただその時の日本側っていうのは、まあ、ああそうですかっていうか、
そんな話先の話は考えられないってだけじゃなくて、まあ、外務省が非常に消極的だったんですよ。外務省の中にもいろんな人がいるのは事実ですから、あんまり人ごくにしない方がいいけども、少なくとも日本外交として積極的だったことはない、ところが、まあ、安倍さんの再登板以降、再登板以降の安倍さんはインテリジェンス機密情報をすごく活用する最初の総理です、日本の。なるほど。で、ホワイトハウスの内部から、オバマさんの家族情報から、ありとあらゆるところから、まあ、インテリジェンス、外務省に頼らない、例えば外務省に頼らないインテリジェンスね、はい、外務省もそれは青山さんのインテリジェンスかしら。違います、違います、はい、僕はこの件途中までは全然関与してません。途中からは関与した、途中っていうか、まあ、最後の段階で、官外おやりになる外交とは別途、例えばホワイトハウスの一部の人に接触をして、その時にその被爆者に会わないって言われたんで、それでまあ余計なお世話だと思いつつも、あえて関わっていって必ず会ってくださいっていうことを申し上げて、それは全然影響してないと思いますよ。ただまあでもその民間からのこのようなね、まあ、トラック2と言っていいのかどうか分かりませんけども、民間からのこのような働きかけっていうのはやっぱり向こうもすごく気にしてると思いますよ。まあ、アメリカのいいところです、アメリカは官だから民だからって区別をせずに、フェアな意見かどうか、それから世論に多少の影響力があるのかどうかっていうことをすごくサブスタンシャルに中身次第で見ますから。そうですね、だからそういう意味ではいろんな議論できました、でその結果としてさっき桜井さんが聞かれた質問に直接答えれば、出てきたものはすごく、期待以上のものが出たと思います、ただし、やっぱりリアリズムを持ってみなきゃいけないので、オバマさんはそもそも核なき世界は本当は目指してない、単に核少なき世界であって、維持費がかからなくて人類を一度全部殺せる、1500発にしたいっていうのが本来の目的ですから、だからそれはすなわち僕自身は日本の核武装に専門家の端くれとして反対してますけど、同時に被爆国だから一番核抑止力を優先的に考える権利を持つ、そのことはこの広島訪問があってもなおいささかも犯されないってことは確認する必要あると思います、それね、すごく大事なポイントだと思うんですよね、被爆国だからもう核戦争は絶対してはならないと、これ非常に固い思いがある、でその一方で被爆国だから核抑止力をきちんと持つ権利もあるんだ、つまり核を持つ権利もあるんだということにもなるわけですね。だからここのところをね、やっぱりこの日本の議論というのはね、もう被爆国だからもう絶対核はダメだというところに行きがちなんですけども、このオバマさんのそのなさってる現実政策を見ても、そのまあ私たち核なき世界を目指してると広島でもね、そういったタイトルをみんな新聞つけましたけども、おっしゃったように核の数を減らしましょうと。でオバマさん実際には歴代の戦後の大統領の中では一番核を減らしていない大統領ですね。700発か減らしてませんから、あんまり関心なかったビル・クリントンさんでも3200発減らしましたから、まあ、それは本当はその時の事情にもよるんですけど、ただもっとシビアな問題は、もしもアメリカが核を本当に放棄したら、いつか北朝鮮のあのオンボロの核、しかも多くても7、8発しか持ってない核が急にこんなに存在感が出ますから、それ世界はもっと悪くなります。そうですね、でその時はもう日本も核武装せざるを得ないです。そうですね、それでこの広島でのねオバマさんのスピーチについて、あのプラハのスピーチとこの関連付けてやっぱり考える必要がある。それがその核を落とした国の大統領として広島に対してどう思うか、人類に対してどう感じるかということを示しているわけですよね。言論テレビからのお知らせです。言論テレビでは会員の皆様を募集しています。会員になっていただきますと、桜ライブ君の一歩が明日を変えると花田編集長の右向け右の収録動画をご覧いただけます。さらに桜井キャスターの書き下ろしのメールマガジンや週刊誌などに発表するコラムもお読みいただけます。コンテンツをご覧いただくためには正会員登録をしていただき、月々に会費972円、
または年会費1万800円をご負担いただきます。昨年から桜井よし子と共に歩む桜会員を設けました。桜会員になっていただき、年会費一口10万円以上をご負担していただきますと、正会員のサービスに加えて桜井キャスターの新刊本にサインをしてお送りし、イベントを開催した際には無料でご招待いたします。詳しくは言論テレビのホームページをご覧ください。ご負担いただいた会費で事実に基づく情報を発信し、正しいと信ずる論陣を張るインターネット番組を制作いたします。多くの方々のご入会をお待ちしています。花田和之です。今一番聞きたい人に一番聞きたいことを聞く右向け右という番組。キャスターは名編集長として知られる花田和之です。花田編集長の右向け右は毎週金曜日夜10時からです。桜井キャスターの君の一歩が明日を変えるに続いての放送です。その吉田長所なるものをね、そのしかもその長所を公開しろっていうことをね、他の長所も含めて朝日は主張してるんだけど、でも私なんか思うに、その長所をじゃあ朝日が入手してね、公開しろっていうなら、まずてめえからね、この吉田長所公開したらいいじゃない、全部。番組のテーマは今聞きたいことを聞きたい人に聞く。対談ゲストは今話題の旬なゲストをお呼びいたします。金曜日の夜は桜井よし子の君の一歩が明日を変える、そして花田編集長の右向け右、ダブルコンテンツでどうぞお楽しみください。